吉田国雄作、葉桜。私どうでもいいわ。母さんもどうでもいい、どうでもいいことはないよ。 お前も少しは考えたら考えるってだから私、母さんのいいようにするわ。母さんは別に依存はないよ。ただお前の気持ちさん、大事なのは。あ、うん、それとあの人の態度わからないのはね。見合いをした気に入ったもらうそれでこっちにもすぐ返事をしろ。これじゃお前あんまりお手軽すぎるからね。 あれからもう一月にもなるんだしなんとか本人から、うん、話がありそうなもんじゃないかそのことについてさそれとも直接お前に何か言うことは言ったのかいお前の気持ちを聞いてみるっていうようなことはしたのううんじゃあお前と二人きりの時はどんな話をするのどんな話って 黙ってる時の方が多いわ。それよりね、変なのよあの人。そりゃおかしいの。何がそれがね、二人っきりの時はまあいいのよ。当たり前なの。ところがあの人の家へ行くと、急に態度を変えちまうの。お母さんや妹さんのそばだとよ。まるで私にそっけなくするの。どういう風に第一、口を聞かないの。それから顔も見ないの。へえ。 なんて言っていいかしら。とてもつまらなそうな様子をするの。すぐあくびなんかして。へえおとといだってそうだわ。ダリアの急行を持って行ってあげたときね。あのときなんかみんなお庭にいたのよ。それにあの人だけ私の方を振り向きもしないの。おまけに言うことが言うことなのよ。そんなものをもらったって飢えるところがないや。こうなの。私泣きたくなったわ。 ずいぶんおかしな人だねでも二人っきりの時はそんなでもないんだろねえ優しくすることはするんだろ優しくっていいえさんいくらかお前の機嫌を取るようにしやしないかい機嫌を取るようにってうんつまりお前が好きだとか嫌いだとか言いそうなもんじゃないかそんなこと言わないわ言わないことがあるもんかだって言わないんですもの それじゃお前、どうにもならないじゃないか。だからそれでいいわ。あ何がいいのさ。どうにもならなくっても。はぁ、あ。ぜひって言われたところで、向こうのお母さんばかりがその気になっていて、肝心の本人がそれじゃ頼りなくってしょうがないじゃないか。はぁ、あ、じゃあいいから。 あの人がお前にどんなことを言ったかそれを残らず言ってごらん。言った通りにだよ。お前たち二人っきりで話をしたのは、うんと一度いや二度うん、それから一昨日。帰る途中とそれだけだね。うん、さあ、初めの日は待ってちょうだいよ。あん時はたった五分かそこらなんですもの。話す暇なんかありゃしないわ。うーん。 そうそうでもこんなことを言ったわ学校生活が懐かしくありませんかってええー、って言ったらハハハハハって笑うのなぜなぜだかそれから私がこの辺はお静かでよろしゅうございますわねって言ったらよその家へ行くとそういう気がするんですよだってそれからラジオお引きになりませんのって聞いたら 誰ででもすすることはしたくないんですって少し変ああそういうところがあるかもしれないねでそれだけかい初めの日はそれだけよその次はここでよ母さんがそら買い物に行っていらした時よ帰る帰るって言いながら2時間もいるのそれでだいぶ話ができたわけだねそうでもないの 私の方から何か言わなけりゃ黙ってるの。タバコばっかり吸って。<laughs> あの人一つ癖があるの。こういう癖。それがただ鼻の頭を撫でるだけならいいのよ。そうした後できっと鼻の頭をこうつまんどくの。ばっかだねお前は。それよりあの人の言ったことをすっかり言ってごらん。あの人はね。 こういういの。僕はまだ結婚なんかしたくないんだけれどおふくろがそうそうおふくろって言うのよおふくろがやかましく言うものだからってそれじゃお前ええだからよそれじゃあ私嫌だって言おうかと思ったの思っただけじゃしょうがないじゃないかやっぱりそうなんだねそのくせ私にブラブラ遊んでる男は嫌いだろうって聞くから 嫌いっていうこともないけれど自分で働いて自分の力で生活できる人の方が頼みがいがあるって言ったらそんなこと言ったのかいええそうしたらそうしたらそうしたら僕もそのうち何か仕事を見つけようかなーって誰にっていうこともなしに行ってみたりするのそういうところを見るとまんざらでもないんだねさちょっと切れ端持ってておくれえ だけどおかしいじゃないかもうその気でいるのかしら返事を聞かないうちからそうよまだ何か言ったの日本魔が好きか西洋魔が好きかって私に聞くからそりゃあ西洋魔が好きだって言ったらそんなら離れを西洋魔にしようかなーって言うの何でもないじゃないかあの人はそうよ どうしたもんだろうね別に相談をするっていう人もないし何しろお前がしっかりしていてくれなくっちゃ困るよもらってやろうじゃ嫌だ私は本人がぜひくれっと言うんでなくっちゃそこがどうもはっきりしないねそのことはお母さんに任してあるらしいのよそうして安心してるのかい安心してるかどうか知らないけれど 自分はどうでもいいって言うような顔がしたいんだろう私だって母さんがいいって言うようにするんじゃないのお前は違うよだからさ今度はお前から聞いてごらんよ一体私をくれっておっしゃるのはあなたなのですかそれともあなたのお母さんなのですかっていやよ私そんなこと聞くのはねえお前も女じゃないか 母さんの言うう。ことはわかるだろう男のご機嫌とって一生を暮らすようなことはお前だけにはさせたくないねいいかいどんな女でも生涯に一度は自分を本当に愛してくれる男に出会うはずだその男はお前のためにお前を愛してくれる男でなけりゃん <laughs> 今日はお前に 私の昔話をして聞かせよう私がお前のお父さんのところへ来たのはちょうどお前と同い年19の春だったもちろんその自分だから結婚前の交際なんていうことは誰も考えていやしなかった私は夢うつつでお嫁入りをさせられてしまったのさ見合いね そりゃあ下には下けれど形ばかり婚礼の日に初めて知ったくらいだものお父さんのお目が片一歩あんな風だっていうことをそれだけならまだいいのさその晩お父さんはお酒に酔ってお友達と一緒にどっかへ行っておしまいになるっていう騒ぎ何それがわざとなのさ見えたのさつまらないお芝居さ そしてそのお芝居が最後まで続いたんだからねこんなやつは眼中にないんだそういうところを人に見せたくってしょうがないそのために誰かいる時に限って私と口を利くことを避けようとなさるそればかりか用があっておそばにいると「いいいいあっちへ行ってろ」こうなのさ何か伺っても 返事もろくになさらないっていう始末なの私も初めのうちはどうしても諦めがつかなかった別に乱暴な取り扱いを受けるというではないしいたたまらないほど苦しい目に遭うというんではないけれどこれでは何のために夫と名のつく人のそばにいるのかわからなかった幾度里へ帰ろうと思ったか知れない それでもとうとう辛抱したよお前ができたからさそんなだったの私ちっとも知らなかったわお前にはそれでも優しいお父さんだったよだから今でも悪い方だとは思ってやしないただお前に私のような苦労をさせたくないそれだけさ あれれが多かった男の病気かもしれない。でもそれは昔のことでしょ今の男の人はそんなじゃないわそんなじゃないと思うわ活動だって見てるんですもの活動か西洋はいいねいいわねああいう風にされれば女だって利口になるわいやもっとちゃんと引っ張ってなくっちゃあの人ね 私のことを母さんそっっっくりだって言ったわよそう言っときゃ間違いはないからね母さんの理想を言えばあの人が直に私んところへ来てさ「どうか峰子さんを僕にくださいきっと世の中で一番幸せな女にしてみせます」って言うのさそこで私があればご覧の通りわがままで遊ぶことだけしか知らない娘ですからって言うと。 それは百も承知です。僕は奴隷のように従順な女は嫌なんです。遊ぶことさえ知っていてくだされば、働くことは僕がします。女が働いて男が遊んでいる社会は呪うべき社会です。とこう言うだろう。それで、私も、そうまでおっしゃるなら、差し上げないこともありませんが、たとえあなたのところへ伺っても、 あの子はやっぱりあたくしの娘なんですからあたくしが会いたいと思う時にはいつでも会えるようにあんまり遠方へ連れていかないでくださいって言うとそれはもちろんそうなればあなたは僕たちの大事なお母さんなんですからおろそかにするもんですか峰子さんは僕と一緒に散歩に行く時のほかは片時も お母さんのおそばを離れないでしょうって言ってくれるの嫌な母さんおかしいかいこんなこと言っちゃうじゃあよそよすっかわり今度の縁談はひと思いに断ってしまうじゃないかねいいだろそうしてどうするのもう少し待ってみるさこの間だって 私はもう少しで言ってやるところだった。何さ一体あの返事はちっとでも親しみがつくと思って人がせっかく芝居を誘えば家で寝てた方がましだなんてそんならいかないのかと思えばあの通りついてくるじゃないかそれに何さあの顔はここへ来るにもひげを剃ってきたことはないじゃないか若い子のいる家それも こういうい話のある家へ来るのにいくら構わないたってあんまり人をバカにしてるじゃないか若い男には若い男らしいたしなみっていうものがある失礼だよ大地お前はああいうところを見ても何ともないかいだから男がいい気になるんだおよしおよし思い切っておしまいあたしはまっぴらだ あんな男は。母さんはあの人嫌いなんでしょ。母さんはどうだっていいじゃないか。お前さえ良ければ、どんな人だって構わないよ。行く気があるなら行けばいいじゃないか。母さん。はあ私はどうだっていいのよ。じゃあ断るよ。いいかい。後で彼これ言うまいね。それとも何か母さんの納得するような つまりお前がこの人ならと思うようなそういうところがあの人のどこかにあるなら言ってごらんじゃああの人のどういうところがお前の気に入ったのかそれを言ってごらんお前に対するそぶりや何かを考えてみてだよどこって別にじゃあただあの人が好きか嫌いかどっちなの 嫌いいじゃないわ。そうかそんなら好きなんじゃないか好きって言うんでもないけれどまあ好きなんだろうはっきり言えないわそんなことそれがはっきり言えなけりゃ仕方がない断るんだね母さんに何にも隠してやしまいねどんなこと隠してなけりゃそれでいい たかがあんな男一人のためにお前の心がもう母さんから離れていくかと思うといいえお前はそんな理想の低い女じゃないねそうだろこの人ならと思う男の手にお前の生涯を委ねることができたら母さんはその日からお前に捨てられても構わないどうして泣くのさ 何がそんなに悲しいのさただ話をしてるんじゃないかもういいから窓を閉めておいでさあ私の言い方が悪かったもっとこっちへお寄り途中から変なことになってしまったけれどもっと詳しく聞いておきたいことがあるの母さんは決してお前のためにならないようなことはしないんだから 何ででも本当のことを言うんですよいいかいお前には分からないことでも母さんにはわかることがあるその代わり母さんの知らないことをお前は知っているんだからいろいろ話をしてみないとわからないそうだろうところで男が女に向かってこういう話を持ち出した時が一番その女によく思われようとする時だ 普通から言えばね。ところがその時からもう向こうの出方に不満があるとするとこれから先その不満はいつ満たされるだろうそうじゃないか不満ってただうちの人がそばにいる時だけなのよそっけなくするのは恥ずかしいからよきっとそう言ってしまえばそれまでさじゃあ あの人がお前を思ってくれてるという証拠がどこにあるそういうことについてあの人がお前に何か言ったかい二人が一緒になれたら幸福だとかいつまでもお前を可愛がるとかなんとかそういうようなこと言ったかいそれがそういうようなことはちっとも言わないのじゃあなんて言うのさそうそう一昨日の晩送ってくれる途中どんな話をしたのさ 二人さえ信じ合っていればどんなことでも恐れる必要はないって。いつさ、それは。送ってくれる途中で。なんだってさ。どんな話をしてたのそれまで。よく覚えてないけれど、やっぱりそういう話をしてたの。それから、私をお嫁さんなんかになれそうもないって。なぜかわいそうだって。いろんなことをさせるのがもったいないって。 だから私、うちで何でもご用してるって言ったの。そうしたら、うちのご用とは違うっていうの。さっぱりわからない。お前たちの話は。私、そんなに嫌じゃないの。あの人なら。まあ、お待ち。もっといろんなことを言ってごらん。それから、どんな話をしたの向こうの家を出てからのことを詳しく言ってごらん。 向こうのお母さんがあの人にお前送っていっておあげっておっしゃったらそりゃあ変な顔をするの。泣きたいような笑いたいような。<laughs> 私気の毒でしょうがなかったわ。でも外へ出たらそんなでもないの。もう日が暮れかかってたでしょ停車場へ来るまでのあの桜並木ね。花は散ってしまってるの。 だけど、空、トンネルのような青はね、あの下を歩いてるとき、いつまでもここにこうしていたいなーっていうのよ。おかしいったらないの。それから私、何なんとも言わなかったわ。真っ暗になりそうなんでしょ私、気が気じゃないの。それに、あの人、ゆっくりゆっくり歩くの。 深呼吸なんかしながら。てかいええ。<laughs> そのうちとうとう日が暮れちまったわ。停車場の凍結がまだ遠くに見えるの。それでもいくらか人通りはあったわ。水たまりや石ころがあるたんびにそう言って気をつけてくれるの。子供だと思ってるのね。だって 切符をどうしても人に買わせないのよ。ずるいのそりゃ。それだけかい途中の話は。ええ、それだけ。あ、それから、あの人、帽子をかぶらずに来たの。それに、私がさようならってお辞儀をしたら、帽子を取ろうとするの。そしたら、ね決まりが悪かったんでしょ走って逃げてったわ。逃げなくったっていいじゃないか。 妙だねそういうところがあるのよあの人私ちゃんとわかるのしかしもっとその途中で何かこう優しいお前の喜びそうなことを言いそうなもんじゃないかそれよりまず第一にお前の心持ちを知ろうとしそうなもんじゃないかまるでそんな話には触れようとしないんだねええ2人でそうして静かな道を歩いているのが 楽楽ししいことは楽しそうなんだねそれじゃあ何だろうどうかした拍子に向こうからお前のおうん手を握ったりなんかそれくらいのことはしたんだろう本当のこと多いよそれですっかり向こうの出方がわかるんだからお前を本当に思っているかどうかがわかるんだからねうん手を握ったろ ちょっとぐらい。母さんはそんなこと起こりはしないよ帰って安心するんだからさあおいそんなら手が触ったことはあったねねうんそうだろうそうだろうと思ったお前はそれで何かいねそうされて黙っていたのかいんじっとされるままにしてたのかい ねええはあバカだよお前は嘘よ母さん今のは嘘嘘なもんかいいえ嘘なのあれはね <laughs> よしよしいいんだよ母さんはもう何にも言わないそんなつもりじゃなかったの何をしたっていいんだよね 母さんは塔からお前をあの人にお前たち二人を一緒にするつもりで言ったんだ母さんいいともいいとも何にも心配することはないさああっちへ行って顔を直しておいで <laughs> 母さんが悪かったねっ堪忍しておくれドラ母さんが直してあげよう さあここへ来てごらん自分でやるわそうお前も何か習っとくんだったねあの人は三味線が好きだって言ってたじゃないか本当にどうして今までブラブラしてたんだろう近頃はお花にも行かないしさお針は嫌いとはあなんて結すんだろう 今日はあらやだあの毛虫式はこの秋にするんだねそれとも向こうじゃすぐにって言うかしら秋がいいよ同じことならそれから新婚旅行は今日とかい伊豆あたりの温泉もいいね熱海には母さんも娘時代に一度行ったことがある お前の爺さんとまあところなんかどこだっていいあんまり想像しくないようなだが寂しすぎても困るだろう二人っきりじゃね本当言うとついでに西洋へでも行ってくるといいんだけれどねあの人は英語はダメなのかしらドイツ語よえあ,あそうかドッポだったね どいつだっていいさ。私も一緒に行こうかしら連れてってくれるかいケンジが学校出て一人でフランスへでも行くことになったら私ついていこうと思うのどうだろうね夫婦でようこするのもいいだろうけれど親子同士は親子同士でまたいいじゃないか息子の留学に母親が付き添っていくなんてことは人が聞いたっておかしくないだろう おかしくったっていいさ検事さえ迷惑でなかったら、はあはあ、母さんがパリへ出かけるなんてもうそんな世の中になったのかねお前その襟のおしろいはどうその付け方はだってよく伸びないんですもの濃すぎるのさ大地嘘よそうじゃないのよ 十九か、しっかりしなくっちゃ <laughs> お前もこれから母さんもこれからだこれで大丈夫っていうのはいつのことやら私そうさいけないいけないこんなことじゃ何もかもこれからだのに母さんううん 母さん <laughs> 岸田邦夫作葉桜ただいまの出演は母荻野幸子娘森島優希以上の皆さんでお送りいたしました